ベトナムワインベトナムワインとはベトナムの国内で製造されるワインを指す。ベトナムには19世紀後半にフランス領インドシナとして植民地化された時期があり、この時期に初めてブドウ栽培が持ち込まれた。ベトナムの熱帯気候はフランス人統治者がフランス本国で摂取していたワインに使用されているヨーロッパブドウのようなブドウ品種を育てるには気候が適しておらず。 ベトナムのワイン産業はフルーツワインの製造に重きを置くようになった。20世紀後半にはオーストラリアのような近い地域のワインメーカーから援助を受けることにより、ベトナム国内でもヨーロッパブドの開発に改めて焦点が当てられるようになった。1995年、オーストラリアアワインメーカーとのジョ、ベトナムは北海域線と赤道の間に位置しており、 夏に雨季があり高湿度の典型的な熱帯気候であるが、給料値が多いために、これにより熱帯の影響を幾分減じることが可能であり、ブドウ栽培に適した小規模栽培地域が生み出されている。年々気温が上昇していることもあり、ベトナム南部地域のワイン農場では年間の収穫量が3倍に増加している。ある品種では、 新たな差し木を植えてから1年以内に果実を収穫することが可能である。フランス植民は、ハノイ付近のバビーコーチにある自分たちのワインの王城で、ブドウ栽培を開始した。現代のブドウ栽培技術により、大胆な剪定と格子状のパーゴラを用いる、栽培手法により成功と呼べる結果が生み出されている。この格子状のパーゴラは、ブドウのツルを地面から離れた位置に設置できる利点があり、 角の湿度によるうどん5病蔓延の危険性を減らすため風通しを良くする効果も持つ。ブどウの房はブどウの葉で隠れており、これは収穫量減少につながっている。他にワイン農場がある地域としては、安南山脈付近一帯の中央部高知地域や、ニン認アン省のファンランイコールタップチャムシ付近にある南部海岸ヒラノなどがあり、特にニン認アン省は、 ベトナム発の商業ワイナリーであるティエンタイワイナリーが設立された土地でもある。秘書地として著名なラムドン賞のダラットも有名である。ベトナムのワインバンダラット2005年時点においてベトナムで栽培されている主なドウ品種はカーディナル種とシャンブルサンダネである。ワイン生産の大部分は豊富に生産される国内産フルーツを使用して作るフルーツワインである。 イギリスのコングロマリット・アライド・ドメックとオーストラリアのワインメーカーがスパークリングワインの生産に取り組むとともに、より国際的なドウ品種のベトナムへの導入を試みている。新たなワイン農場の多くは近年になって地雷が除去された地域に設立されている。ありがとうございます。